共産党としてはいち早くの臨時国会を開けという立場はありますが、与党はです、ね、今のところ10月3日とかそういうような声も少しずつ聞こえ始めましたこれ、われわれは8月の段階で、憲法53条に基づいて開会を要求していると、その声を無視すると、憲法に基づいて要求していることにまず答えろとすぐ、今度の問題で言いますとね、国葬問題ですよね、それから統一教会との関係ですよね。でそのの上でコロナの問題さらには 今の物価高騰に関わっての対策、それから災害対策が今、水害のが起こってますよね、議論から逃げたらあかんよと、うん、だから直ちに私は臨時国会を開催すべきだと、とにかく今度は国葬問題をやり過ごしてからそいなことをね、言ったりしてるわけでしょ、自分たちのさまざまな危機って言いますかね、それを乗り越えることが主であって、国民の危機に応えようとしないという、そこに意識の最大の問題があるんじゃないですかね。